さん、こんばんは。JRP テレビジョンよりお送りいたします。国会事情事態対策委員会司会の立花健三です。この番組は今起こっている世界情勢、そして日本を取り巻く環境、政治経済外交など、いろいろあらゆる面で、日頃我々が知りがたいまたは知りえない情報を皆様にお届けし、そしてそのことを皆様と共有しながら、この世の中をより良い方に持っていきたいということでお送りいたしております。ということで、前回、本当に総裁が昔からおっしゃってるように、一億総白地ということで、このマスコミ、テレビ、もういろんなものが政治とか本当の世の中を見せないで、もう一億総白地的なことをやった、そのおかげで今の若い人たちが相当犠牲になってる、ね、だからそこのところをちょっと、まさにこれ国会非常事態だなということで、ここに若者3人をたまたま、この JRP テレビジョン国会非常事態をよく見ていただいている若い人たちに一言ずつですね、5分ずついろんな話をお聞きしたいと思います。さあ、第1人目として、まずお名前が相原光里って読むんですか。光里と言いますね。光里、はい、公の理科の理、はい、なんか親が数学系の家系なもので、ということで、ね、はい、で世界をいろんなところを旅しながら、今日現在を迎えているということで、この、はい、まあ、国家非常事態をなんかよく見ていただいているんですけど、そこからまず感想からそれから入ってください。はい、一応僕が JRP テレビジョンで出会ったきっかけというのが、一応の世界中をバックパッカー、俗に言うバックパックとしていろいろ旅してたんですね。それはやはり日本という国になんか不満というかフラストレーションを持ってて、将来が見えないというか、だからその自分のどこ、日本はその無宗教だし、その どこに自分の光を持っていくかっていう、それを探し求めに海外に出たつもりだったんですね。はい、その過程でやっぱりその瞑想などをして自分の心の奥底を知るというのと、プラス外の世界ですねの秘密を、不思議を追求しようと思ったら、やはりベンジャミンさんの言ってるような陰謀論だとか、はい、和田先生の言ってるのはロッシャイドに僕の中で行き着いたんですね。ですがベンジャミンさんの言ってるような、まあ世界銀行、中央銀行が国有化できたりしたら、それもそれでいいと思うんですね。ブッシュの人たちが、軍産複合体の人がある程度パージされれば、それで非常にいいことだと思うんですけども、とても実感が湧かなくて、僕なりに旅しながら行く先々でその証拠というか端々見える証拠を一応僕なりに見ていった結果、まあ、例えばなんですけど、タイの要はタクシン派と呼ばれる赤い T シャツを着ている人たちが、一時期その政権を転覆しようとしてデモを非常にしてたんですけども、その赤い服たちの人たちに、バックでお金を与えていたのが NED という、要はアメリカの大企業とか、アメリカの一応国会からもお金がそちらに振り込まれて、その NED というグループから、まあ、各国の反政府側のグループに資金が投下されて、その各国の体制側を転覆させようといういろんな動きが、実際の旅している中でいろいろそういう場面に出会ったんですね。例えばカンボジアだと、サムラン市、旧国と、こちらの方にアメリカのその議会を、大企業を通じた資金が流れて活動していたと。で、僕は行ったことないんですが、北アフリカの、今回のアラブの春とかも、うん、おそらくはそのそうです、カダフィさんの反対側の政党に、はいはいはい、おそらくその外資など軍産などのお金が入ってたと思うんですね。はいはい、それで、今一番大問題になっているシリアなんか、まさにその総理だと思いません？はい、うん、シリアの反政府側っていうのには、先ほどおっしゃったように、そういう方からお金がどんどん回ってるわけですね。でもそのことも理解できない。同じ構造が各国にあったという、はいはい、権力が体制側に、はいはい、と反対側のその勢力に対して
資金を投下してそれを膨らまして体制側にぶつけようとする、うん、そういう動きが各国で見えましたので、はい、ですからその同じシステムを各国に当てはめていくと日本はどうなのかとか、うん、そういう考えに至りまして、その日本が今どういったその工作を受けているのか、またその旧勢力であるブッシュ、クリントンが今回のアメリカ大統領選で、交代しまして、新しい勢力と言われているトランプが出てきましたよね。すると、この各国で行われている体制派に対する工作も変わってくるんだと思うんですね。例えばベンジャミンさんがおっしゃっているトランプが優勢になると、CSIS などリチャード・アーミテージさんなどの自民党に圧力をかけたりする勢力が交代すればいいと思うんですが、どうなのか。逆にその日本を最後の砦にして TPP をなど強行採決して、逆に日本からアメリカに圧力をかけて解散工作をしているのかと、ちょっと僕はそこは分からないんですけども、うん、そういう勉強を、まあ、この JRP テレビジョンさんを見て旅中にちょっと考えてたわけなんです、はい、ありがとうございます。とても大事なポイントを掴んでらっしゃるし、で今そういう同じ若者の人たちがね、先があんまり希望を持てないような状況を持ってらっしゃいます。まさに国家非常事態だと思うんですけども、うん、そこで今この相原さんができることっていうのはどういうことだと思われますか？あるいは何がやりたいですか？やはり僕の個性特徴を生かすことですよね。で、一人で、旅して一生パッパラパヒッピーのような生活もありなんですけども、全然楽しいんですけれども、やはり、一番もどかしいと思ってるのが、問題を解決できるのに皆さんこういうアイデア、中央銀行国有化したりだとかアイデアあるんだけどもやろうとしない、実行できない。でしたらちょっとでもアイデアある僕たちがもっとなんかやった方がいいんじゃないかなと、はい、いいことですね、うん、さあアイデアあるどういうことをやっていただけそうでしょうか？ですから僕はもう、はい、総裁が本当こういう僕らみたいな、はい、やりたいんだけれども、はい、まだその知識的にも未熟だし、例えばそのどういった勉強してどうやってアプローチしていくんだとか、うん、じゃあ、導いていただきたいというか。そうですか。集まる、なるほど、集めるそういう機会を作っていただきたい。ああ、もうこれもね、今国家非常事態の中で一つまずできましたね。それでは、はい、長道院大学ベンジャミン・フルフォード和田清人国家非常事態対策委員会ヤングの集まりでもいいじゃないですか。教室でも同情ですね、このね、じゃあその総裁を、はい、総裁からね、正しいそのベンジャミンさん総裁和田さんの意見を丸呑みするんじゃなくて、はい、やっぱり、いいこと言いますね、はい、やはり自分でこう判断して、はいはい、価値を決めていくっていう人たちじゃないと入れないっていう、そういうルールは欲しいところなんですけども、はい、そうですか。僕らが本当に知りたいのは真実を知りたいはずなんで、うん、なるほど。誰かのプロパガンダを、ただどっちがいいどっちがいいって決めるんではないと思うんですよ、はい、だからとてもね、今大事なところに気づいていただいて、これから実行に起こそうとしてらっしゃる、まあ、とても素晴らしいことだと思いますしね。もう一人はできませんが、だからまあその辺のことを、詳しいことを今度後日またゆっくり聞かせてください、はい、ぜひお願いします。本当に今日はね、勇気を持って出ていただきましてありがとうございました。はい、1月からまた世界旅に出て行ってきます。今度はどこ行くんですか？今回ヨーロッパの難民の状況とかどうなんだろう、ちょっとヨーロッパ方面とか行きたいと思ってます、はいはい、この番組出てると結構狙われるかもしれない、ね、やばいですね状態です、はい、じゃあ気をつけて、また帰ってきたらぜひまた出てください、ね、はい、ました、はい、どうもありがとうございました。はい、さあ、お願いいたします。スーパーニューサン CPL は東海大学医学部においてがんが消滅する現象から発見された物質で、食品分子量が2000以下の超微粒子のため腸管からの吸収が良く、体の隅々まで浸透します。健康と美容に大変役立つ健康食品です。美しく元気とはつらつとした人生を過ごしたい、美容や健康が気になりだした、体力が落ちてきた、このようなお悩みを抱えている方にぜひおすすめしたい砂糖大根を原料とした健康食品です。お問い合わせはこちらまで、お待ちしております。日本はユーロシアの一員である。